またバター入れて、ニンニクを入れて、しばらく炒めていきます。肉はですね、岩塩と塩コショウでこちら味付けしていきます。で、肉のですね、この筋とか脂のとかはあらかじめ包丁で切ってます。特に理由はあんまないんですけど、こうするとですね、食べやすくなったりとか、この筋とかが縮まってくるんで、そう、縮まりにくくなる感じがするので、なんとなく包丁で切ってます。はい、じゃあしめじ入れていきます。あ、しめじはいつ入れよう。今入れるか。いや、しめじはいつ入れよう。しめじは後でいいや。はい。で、なんか焼き方とか見ると最初強火でとか言ってるんですけど、僕はあんまり強火で焼かないです。むしろちょっと弱火ぐらいですね。ね。で、今回はですね、ちょっと油の部分をしっかり焼きたいなと思うので、これ手で掴んでですね、油焼いていきたいなと思います。はい、こういう感じで、ぎゅっともう油つけていきますね。僕はね、本当に料理素人なんで、適当にね、毎回作って、やってます。でも変にね、変にじゃないですけど、まあ、ただ全く、料理の作り方見ないかっていうとそうじゃなくて、一応なんとなくはちょっと見たりはするんですね。これも、なんか YouTube でこれやってる動画見たんですね。実際にこの昨日、なんとか、これやってみようとはしたもののやらなかったんですね。僕なんか肉手で触ると後で手洗わないといけないんで、それが嫌だったんでやってなかったんですけど。でもね、やっぱりこの油の部分がですね、こうレアの状態で焼くと、やっぱりまだ焼き足らない感じの時とかあったりするんで、やっぱりこれあらかじめ焼くのいいなと思いました。これいいですかね。
これでいいかな、油の部分は。はい、これでちょっと焼いていくか。はい、しばらく焼いてる間にちょっとやろうと。はい、で肉を焼いた後にね、アルミホイルで包んでしばらく置いておくので、ちょっと用意しておきます。こんな感じ、お皿にアルミホイル敷いてます。あ、そうだ、じゃがいもちょっと温めよう。忘れてた、じゃがいも温める。もうちょっとでまだ焼こうかな。焼肉とかだですとね、この辺にちょっと血みたいなのがこう出てくると裏返し時なんですよね。うん、ちょっと裏返そうかな。今日もちょっとレアみたいな感じで食べたいなとも思ってるんで。はい、ちょっと側面だけこうやって一回ちょっと立てて焼いて、ほい、ちょっと変な感じになってる。まあ、いっか。あんまりこんな動かさない方がいいと思うんですけど。ちょっと、はい。この肉の下にちょっと、ニンニクが入っちゃってるかも。まあでもなんか見た目は美味しそうな感じで出来上がってる感じがする。ちょっと周りを油で当てながら、なんとなくまんべんに焼いていきます。サイドもうちょっと焼きたいな。これち
はい、こんな感じにしとくか。ちょっと昨日より若干焼き、ちょっと焼いてるかも。まあいいか、ちょっと賞味期限も古くなってるし、少し焼いた感じの方がいいかも。うん、はい、火を止めて、ちょっとアルミホイルで一旦様子見ときます。これ、これですか。はい。で、ちょっと火を強めにつけて、はい、ちょっとしめじを急いで焼いていきます。あ、もう全部入れちゃおう、全部入れちゃおう、全部入れちゃえ、全部入れちゃえ、しめじ。あー、ちょっと入れすぎた、いつもミスるこれ。はい、じゃがいもができたようですね。もう1分ぐらいです。あ、そう。ほいほい。焼いていきます、焼いていきます。焼いていきます、焼いていきます。焼けば縮まる。焼けば縮まるぞ。うん、もう少しバラして入れればよかったわ。いった。おお、ちょっと今日は焦げすぎちゃってるかも。入れすぎて焼き具合にちょっとバラつきが出ちゃってる。はい、胡椒。はい、ガーリック。あんま焼きが微妙、焼きが、はい、あ、でもいい感じで焼けてきたぞ。はい、じゃあでっかいお皿に盛り付けていきます。盛り付ける前に肉だな。でも、なんか肉盛り付けよう。はい、肉盛り付けていきます。はい、こんな感じにキノコをちょっと添えていきます。
はい、こんな感じでキノコに埋もれてる感じになりました。で次はソースですね。ソース別に温めなくていいんですけど、なんとなく温めたいと思います。これもね、おろしポン酢なのでもうほんと温める必要ないと思うんですけど、これ好みです。はい、庭で採れたパクチーとパセリ入れていきます。ん？お、なんか飛び散った。このパセリとパクチーもですね、こう完全に生で食べるよりじゃちょっとね、軽くこうあの炒めた方が僕は好きなんです。こんな感じでいいかな。あとなんか言えるもんない。ちょっとトマト入れとくか。はい、なんとなくもうなんかあんまり入れる意味ないかもしれないですけど、なんとなくトマトも入れて、はい、こんなもんでいいかな。ちょっとかけていきます。はい、できたかな。とりあえずこんな感じですね。うん、美味しそうな気がする。トニックウォーターとマッカランですね。トリプルカスクだったかな、これ。まずはステーキを見ながら一杯いきますか。うん、マッカランよし、食べよう。昨日めちゃくちゃ食べて、めちゃくちゃ食べじゃない。昨日食べてめちゃくちゃうまかったので、多分それを上回ることはないと思うんですよね。なので今日はあんまり驚きはないかと。はい、中身は、まあ焼き具合はいい感じですね。うん、レアっぽくなってる。まあちょっと食べてみますか。なんか硬い部分がある。なんかすげえ硬い部分がありました。でも肉自体はやっぱうまいですね。じゃあキノコ食べてみますか。まあまあですね、これ。今日は普通だな。あ、でもステーキやっぱうまいな。はい、完全にじゃがいも忘れてましたね。レンジでチンしてた。うまい。ホクホクしてる。